手山本由伸がメジャーで苦戦している理由。ドジャースの山本由伸があまりうまくいってない。パドレス戦に先発し、初回、2回に被弾するなど5イニングで4安打3失点だった。韓国ソウルで開催されたメジャー開幕第2戦でもパドレス相手に1回しか持たずに5失点。ドジャースファンからも不満が出てきているようで、 SNS でも批判コメントが殺到したらしい。山本由伸よ、同じ窃盗罪で一定と一緒に監獄に入れ。ドジャースから契約総額500億円を盗んだ。もらってる金額が超一流のエース級だから、その分悪くてもクオリティスターとはやってくれと思う。なんか投げている球が弱くなっていないか。やっぱりボールが合っていないのかな。佐々木朗希が山本より格上といったメジャーの評価が正しかった。山本らしくない制球、フォークも弱くなっているから妥当だよ。単純にパドレスの打線がすごいんだろう。大谷も去年やられてたし。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。